メリ、モルヒネを分離してアセチルにする。何かあったか？いや、何でもない。ただの独り言だ。何か問題があるように見えるが。もうどうしようもないんだ。数が多すぎて。何の数が？レネゲイドだ。半年前、息子のルークが奴らに誘拐された。そして私は薬を作らされてる。私はもともと科学の教師でね、以前奴らの一人を留年させたんだ。腹いせか。息子は人質にされてる。もし次の薬を作るのが遅れたら殺されてしまう。そいつらに必要なのは戒めだな。でも大勢いる。不利な状況には慣れてる。誘拐は見過ごせない。いいのか？やってみるよ。ルークはどこにいる？カルバート島の近く、マディグラウンド南の水路を見下ろす軍事施設だ。入り口はセントポール通り、壊れた自動車運搬線を過ぎたところだ。気をつけろ。一度息子を取り戻しに行った時は捕まってしまって、その後やつらは息子の指を一本よこしてきた。やつらは生きてる限り私たちを放っておかないだろう。気をつける。私もついて行って外で待っていよう。君、名前は？エイデンだ。ありがとう、エイデン。ここ半年一睡もできない。息子はどんな目に遭ってるか心配でならない。大丈夫か？ああ、薬を打たれたのか。あんた誰なんだ？エイデンだ。父親に頼まれた。父親？ああ、父さん。もう大丈夫だ、行こう。いや。何？助けなんかいらない。父さんも誰も。俺はここがいいんだ。注射を。ちょ待て、指が全部あるぞ。切られたんじゃなかったのか？嘘なんだな。ほっといてくれ。誘拐なんかなかった。そうだろ、
父親を騙してタダでドラッグを作らせてた。出てけって。よくそんなことができるな。仕方ないだろ、こいつには抵抗できねえ。これからどうする？父親の元よりここにいたいってのか？ルーク、私のルーク、やっと取り戻せた。どうした？大丈夫か？誘拐なんかなかったんだ。何？切られた指も全部嘘だった。でもなぜそんな。ルーク、違うと言ってくれ。やめようとはしたんだ、いつまでも打つつもりは。でもあいつらと役を始めて、父さんの話をした時、あいつらは父さんが自分たちの教師だったことに気づいた。科学者だってことも。ああルーク、やめたかったんだ本当に。でもやめられなかった、ごめん。一緒に帰ろう、うちで話せばいい。俺こんなことしたのに。当たり前だ。ありがとう。